皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、名鉄名古屋本線の矢作橋駅です。矢作川に架かる橋、矢作橋からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約4年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々150駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速矢作橋を渡りに行きましょう。矢作橋駅の出口を出ましょう。改札も出口も一つだけです。駅前ロータリーはタクシーが2台と交番、バス停とかはないっぽいですね。まずは駅から北に伸びるこちらの道、この道を歩いて奥にある交差点、国道1号線の交差点まで行きましょう。道を歩いてきて交差点、矢作橋駅前という交差点です。こちらが国道1号線です。幅広いですね。で、右に曲がりましょう。方角、東方向に進んでいきます。中湯があります。ああ、腹減った。でももうちょっと我慢します。特にこれといって食べようと思っているものはありませんけども、ビッグモーターさんの交差点から北側に渡ってきました。バス停の名前、矢作橋。まもなく矢作橋です。あともう少し。黄色いひらがなをご覧ください。矢作橋って書いてあります。というわけで到着しました。この長い長い橋が矢作橋です。矢作橋の入り口のところ、矢作橋の西側に出会いの像という像が立っています。豊臣秀吉さんの若かりし頃、8歳の頃かな、そんな出来事がこちらの案内板にも書いてあります。実際のところ、豊臣秀吉さんが生まれた年と橋が架けられた年、若干矛盾とかがあるそうなので、あくまでも伝説ですけれども、前の欄干かな、矢作川って書いてあって、反対側には矢作橋と書いてあります。出会いの像、秀吉さんに別れを告げたところで矢作橋を渡りましょう。現在の矢作橋は16代目です。片側22車線、合わせて4車線の矢作橋、左右には歩道もバッチリあります。というわけで矢作橋を渡ってきました。いやー、長いけども心地よかったです。それでは今度は矢作橋の南側を渡ってみましょう。今度は逆方向、矢作橋駅方面に向かって矢作橋を渡ってみましょう。風が強い。矢作橋若干カーブしてるんですね。で、こっちに目を向けると名鉄です。
さあ今回の由来紀行、皆様いかがでしたでしょうか。矢作橋と矢作川からのエンディングです。長い上に少しだけカーブしている今風の橋ですね。豊橋や岡崎からも列車一本で来ることができます。皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。